1時間耐久恵比寿神言。恵比寿様は金運招福の神様として有名ですが、西宮神社が恵比寿神社総本山、恵比寿を比子と読み同一とされています。比子の神はイザナキとイザナミから生まれた最初の神様。伝説として二人の神は小野殺島という淡路島を国を生み、神海として比子を生んだのですが、地形寺だったので船で海に流してしまいます。この船が漂流してついたのが西宮と言われています。これが西宮神社の始まりとされています。その後比子は人に育てられ立派な恵比寿神となったという伝説だから、恵比寿神は海の神様であり福神と言われています。また大国様と恵比寿様の関係は親子とも言われ、大国主の子供で琴城主という神様が恵比寿様と言われています。どちらも福の神として有名です。恵比寿様の神言を1時間耐久で聞き流し、億万長者の祈願をして宝くじの高額当選のご利益をいただきましょう。毎日もしくは宝くじを購入する時の前に、たった1時間耐久で神言を聞き流すことで恵比寿様の神通力をいただけます。高額当選の一番の近道です。ではあなたに高額当選の幸運がありますように。皆さんが少しでも神仏のことを共感できますように。この動画を見て共感いただけたら、コメント欄にご意見やリクエストなどいただけたら嬉しいです。
Thank you.
Thank you.
とか。Thank you.
Thank you.